おはようございます。今日は和歌山ブラックリ劇場2日でございますけれどもですね、ラジオ放送に、去年もねラジオを出してもらったんですけれども、今回も2日目ラジオ行きたいと思います。ブラックリの社長とともにですね、社長よろしくお願いします。お願いします。もう最近カメラ向けられても平気になってきましたね。いやいや全然そんなことない。最終演劇 YouTuber、この放送をつけました。あれが木の皮ですか。そう、向こうに見えるのが泉さんの役で、大阪との境界のカセットテープの大きな、カセットテープ、これで録音するってことしたりとか。はぁ、ほとんど使ってはないんですけれども。音がいいってことですか。いや、従来のカセットテープ、音がいいというよりも、はい、確実。あ、そうなんですね。データなんかボタン一つ押し間違えたら消えてしまいますけれども、はい、それがないんですよね。へ、上書きしたら消えますけれども。あ、レコードですね。こちらに。ちょっと古めのミキサーですかね。そうです。写真ですかそれ。私写真です。はい、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは。こんにちは。さあ、ゲストにお入りいただきました。紀伊国ブラックリー劇場7月公演喜び座の不動大和座長、そして紀伊国ブラックリー劇場の村野社長です。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まず、不動大和座長はじめまして。はじめまして、よろしくお願いいたします。お願いいたします。不動大和っていうね、はい、お名前なんですけど、このお名前は、はい、お不動さんの不動、僕生まれ年はお不動さんじゃないんですけれども、なんかこのいい名前ないかなと、以前僕のお世話になってた劇団の春駒座っていう劇団さんがあるんですけれども、はいはい、そこのお姉ちゃんが、僕のいとこのお姉ちゃんなんですけども、一緒に名前を考えてもらって、で、不動いいんじゃない、なんとか不動にするか、不動何々にしようかって言って、一緒に話して、いいねっていう話になってて、下の、あと名前何しようかなと、ちょうどね、弁天座って言って大和高田にある奈良の、はいはいはい、とこに乗ってて、その時になんか大和の国の大和いいんじゃないかって言った時に、それいいねっていう話になって、不動大和ってなって、字がね一文字の方の大和なんですけども、そうなんです、委員会の委員、はい、昔のね字っていうか大和国の時代の字、すごい、大和武さんとかもこの字なんですけど、そうなんですね。さんってなんか知り合いで、そう山本武さん、すごい方の名前が出てきました。そうなんですけど、不動大和さん、すごい、でもかっこいいお名前ですよね。あ、ありがたい感じです。ね、はい、で今お話ありました、はい、剣劇春駒座から独立されたのが、はい、そうなんです、最近なんですね。この2年前ぐらいですかね、1年ちょいですね、はい、1年半ぐらいですかね。はい、5年間春駒座で、旗揚げさせてもらって座長をやらせてもらってたんですけど、はい、そこからまた独立しなさいということで、うん、はい、させてもらいましたですね、はい、今また名前もそれもまたお姉ちゃんに、なんかお姉そうなんです、はい、お姉ちゃんが本当別の姉みたいな感じで、はい、すごく慕ってるんですけど、なんかいい名前がないかなと思った時にですね、はい、うちのお父さんが辰巳勝夫っていう名前だったんですけども、はい、ちょっと難しいんですけど、勝夫が喜び座の勝っていう字で、はい、画商のが、そうなんです、そうなんです、そうなんです、はい、で津市の津、はい、辰巳さん、はいで、夫の王で、勝王っていう、夫の王ですね、夫の王ですね、そう、その勝王の勝と、はい、で、うちのお母さんが美智子って言って、はい、その美しい、美智子さんね、
美智子様の美智子、美智子様一緒なんですよ、はいはい、その一文字ずつをいただいて、喜びってこの歌唱の画が喜っていうらしくて、そうなんですか、はい、でみんなが喜ぶ劇団でっていう名前で、多分あのお姉ちゃん考えてくれとって、でも自分の独立する劇団だから自分らで決めなさいっていうことで何も言わなかったんですけど、最終的にどうしようかって言った時に、多分もうこんなハッと出てくるということは多分考えとってくれたと思うんですよね。でそれを我慢しててくれて、パッと言ってくれたのがこの、でもすぐそこで僕もあこれいいねということになって、喜び座っていうことになって、最初はねガミ座って呼ばれたりとか、難しいかもしれないですけど、今は結構喜び座みんな分かってくれてるみたいで、いやすごくあの劇団のお名前自身も、はい、あのお父さんとお母さんの、はい、も文字も入って、その字がまたねとてもこう、はい、嬉しい、そうなんかいい名前だなと、それは僕もお姉さん、お姉ちゃんと呼んでるお姉ちゃん、ね、高台遥香さんって言って、座長夫人なんですけど、津川龍総座長っていう方がおられて、そこの劇団に僕もしばらくお勉強させてもらいまして、で春駒座の座長として二座で二劇団あったんですけど、そこで僕が座長、津川今来庁座長という方がおられるんですけど、その二人で二座でやってたんですけど、本当にねいろんなことを教えてくれた方なんですね。いろいろ考えてらっしゃって、はい、でそんな、まあ、お人にも恵まれて、そう、それは本当にありがたい。不動座長なのかなという感じがしますね。名前はもう全てお姉ちゃんかね、なんかコピーライターとしても天才じゃないかと思うよね。そうです、不動大和という名前にしても、喜び座にしてもすごいですね。いろんなことをやっぱ考える方 ね、 あの社長からご覧になって、はい、この喜び座ってどういう、はい、いやもう本当に明るい楽しい劇なんですね。名前の通りですね、はい、もう今の時期にあのうってつけかなと、はい、あそうですね、今ね、はい、ちょっと鬱陶しいって皆さん落ち込みがちの時期に、ね、喜び座の明るくて、はい、 そうですね、そういう劇団の芝居を見てもらうと明るくなれそうですよね、はい、もうでも早くこのね、その流行り病が収束してくれればいいんですけれども、なかなかみんな出にくい状況なので、どの劇場も大変な今時期だと思います。そんな大変な中でも、はい、不動座長としては今回の7月、はい、和歌山での公演はどんな風にしていこうと、いやとにかく本当にもう喜んでもらうしかないんですけれども、全てやっぱりお客さんの笑顔が見たいですし、でその先月まで短縮公演やったり、あの席を一席開けてとかいろんな形取らせてもらったんですけども、ここもあのブラクリ劇場もやはりちょっと最低限マスク着用でお願いしますとか、握手はちょっと控えましょうとか、ツーショットの写真はやめましょうって言いつつも、やっとこさ、通常公演になって送り出しとかもできるようになってきたので、 あまり密なことはしないんですけれども、ある程度ちょっと前の形に戻りつつあるので、やっぱ僕も昨日ちょっと初日して感動しましたね。元のなんか舞台ができてるなと思って、お客さんとの お話もそうなんですけど、なんとなくやっぱり元の大衆劇の形に戻っていくのかなって、そのためにも一刻も早くなんかこのブラクリ劇場でもう一度なんかみんなで盛り上げてもらいたいなと、お客様にも、なかなか出にくいと思うんですけど、案外大丈夫と思ってるんですけど、何があった時がちょっとやっぱりあかんなと思って、他の劇場さんにも迷惑かけたらいかんし、大衆演劇ってやっぱり一括りにされる時があるので、もしうちらでねそういうことがあったら、もし、全体に響いてしまうので、極力気をつけながら公演は、はい、させてもらってます。村野社長もね、あの記録にブラクリ劇場、はい、今度最初始まった頃は本当ね、あの大変だなっていう中でもすごく気を使って、はい、あの皆さんに来てくださいって呼びかけられない状況なんですよって、でも胸の内をねお話しくださったんですけれども、はい、あのその時も消毒何回も何回もされてるっていうお話もされてましたし、でも戻ってぼちぼちですね、今から。まあ、やっぱりこれからが一番また大変な時で、一
かにね、以前に戻るような長い付き合いになるかもしれないですけどね、はい、これも。でそんな中僕も誕生日公演今月させてもらうんです。そうなんですか。はい、12日に誕生日公演をちょっとやらせてもらうんですけども、これも本当こう今年はやめようかって若い子たちのやつも延期延期になって、なかなかできなかったんですけども、今回は本当にあんまり大げさなことできなくても一応ちょっとやらせてもらいたいなと思って、せっかくなので。はい、工藤大和さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。